信チェック。聞こえます？ええ、聞こえてる。よし、ちゃちゃっと行きましょう。あれが軌道エレベーター。つい最近まで動いてたみたいです。動力源のフュージョンセルとはまだつながってます。空のコンテナをずっと宇宙に送り出してたみたい。あれ、周りに生体反応があります。気をつけて。厄介な相手。上流に向かいましょう。問題ない。まずはスキャンしないと。
潮流の方に何か反応があります。リリー、アダムから何か連絡はあった？リリー、リリー、あ、ごめんなさい、何か言いました？まさか何かあったの？ううん、レガシーを見返してただけです。まだ気にしてるの？偽造されたものじゃないか、一応確かめてたんです。そう、でも今は目の前のことに集中して。はい、もちろんです。いい隠れ場所。これもネイティブの仕業ですね。
今は祈りを捧げる気になれない。行き止まりです。来た道を戻ってください。問題ない。ゆっくり、慎重にです。あ、イブ、気をつけて。やった、渡れた。イブは何でもできて羨ましいな。マザースフィアは全部知ってたのかな。そのはず。なぜ真実を隠したのか知りたいの。これまでマザースフィアを疑ったことなんて一度もなかった。だからまだちょっと混乱してます。大丈夫、私も同じだから。ひとまずもっと情報を集めないと判断はできない。今はやるべきことをやりましょう。はい、集中します。つながる唯一の道なのに。開ける方法を探そう。
イパーチューブのパワーリンクです。リンクをすべて起動すればハイパーチューブの動力も元に戻せます。わかった、やってみる。チューブを開くにはまず動力を戻さないと。
動力が戻りました。それじゃハイパーチューブに向かいましょう。閉じてたってことは他のルートよりは安全なはず。イブ、どうしたんです？いえ、何でもない。危なかった。リリー、ちゃんとついてきてる？ちょっとスピード落とせません？うわ、何あいつ！危ない！
逃げられちゃった。そろそろ休憩しないと。物資キャンプです。他の機械型ネイティブとは少し様子が違った。そうでした？今の相手、感情を持ってた。あんなの初めて。感情？そう、常軌を逸した強い感情、憎しみ。きっとまた現れる。片腕を切り落としたのに。ええ、あの程度じゃ引き下がるようには思えない。こっちから出れます。リリー、この場所は何？起動エレベーター用の資材置き場みたいです。
丸いのなんだろう。リディ、あの妙な装置は何？調べてみますね。マップデータを参照したところ、あれは、うわー、まずい。あれ、プラズマを打ち出す警備タレットです。なんとかしてみる。今のはたまたま。よし、そしたら、リリー、平気です。危ない。上を見て。ここにいたらまずいです。急いで走って。もう大丈夫。早く進んだ方が良さそうです。了解。なんとかここを抜けないと。
きましょう。レーザーには触れないでくださいね。各員に告げます。不正な貨物が検知されました。管理者は管轄のラインを検査してください。
警告します。検査の遅延により全プロセスを一時停止します。どうしたの、リリー。コロニーのことでも考えてた。え、なんでわかったんです？実はマップを見ててひらめいたんですよ。大気圏を抜けたらコロニーのネットワークに接続できるかもなって思って。試す価値はありそう。接続できたらみんなの記憶をレガシーに入れて送ってみる。それとネイティブの真相。Thank you.
アダムのおかげで視野が広がったのかも。上にはしごがある。
ング完了。見て、イブ、宇宙センターです。まだ気を抜かないで。油断は禁物。はい。宇宙センターに到着っと。じゃああとは軌道エレベーターに行くだけ。ここもネイティブに汚染されてます。見た感じこれまでよりもっとひどい。なら急がないと。どっちに進んだらいい？右です。すぐ近くですよ。まるで誰かさんみたい。なんかアダムに似てきちゃった。
ええ、分かってる。汚染の根源にアルファネイティブがいるはず。
電源が入った。向こうに戻りましょう。Yeah.